こんばんは、レトQです。今日のサカツク2000にエルカモは1年目12月からやっていきますね。今日もよろしくお願いします。フェイントパスを出す、あーっとインターセプト、左サイド、ここからどうする、ディフェンスここはカット、あーっとっと大丈夫でしょうか、様子を伺います。中央に走り込む、ボールを流した、ダイレクトで上げた、足で合わせた、入った、先制ゴール。後半37分、エルフシュリット先制のゴールを決めました。そしてここで試合終了のホイッスル、結果は0対1、エルフシュリット幸先いいスタートを切りましたよね。
徐々に選手も補強でき、選手も育ってきて、このシリーズでは2年目で昇格を狙います。もう少し設備を投資し、適切な補強をして J1 に行けるように頑張りますね。今日も見ていただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。